IBM スマートクラウドのモデルズ IBM スマートクラウドは IBM の2011年からのクラウドサービスのブランド名。なお、日本での名称は IBM スマートクラウド。u 2011年10月、IBM は企業向けの新しいスマートクラウドサービスとしてスマートクラウドを発表した。発表時の内容はパスソリューションの IBM スマートクラウド、アプリケーションサービス。 クラウドソフトウェア及びハードウェアからなるポートフォリオの IBM スマートクラウドファンデーションイス部などを含めたエコシステム支援のための IBM スマートクラウドエコシステムであった。2012年2月、従来からのロータスライブが IBM スマートクラウドフォーソーシャルビジネスに名称変更されて IBM スマートクラウドブランドに加わり、さらに2012年8月 IBM スマートクラウド ノーツが登場した。また2012年4月、従来のパブリッククラウドのイヤーズをスマートクラウドエンタープライズと名称変更した。しかし2013年7月の IBM によるソフトレイヤー買収以降は、IBM のパブリッククラウド向けのクラウドサービスは段階的に IBM ソフトレイヤーブランドに統合が進められた。2013年10月、 IBM スマータークラウドエンタープライズは2014年1月での終了が発表された。また2014年9月、IBM スマータークラウドフォーソーシャルビジネスは、IBM コネクションズクラウドと名称変更された。ありがとうございます。